シェーン・ロバート・ビーバーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍オレンジ、出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のクリーブランド・インディアンス所属。2016年の MLB ドラフト4巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。契約後、参カの A-9、マホーニングバレースクラッパーズで、プロデビュー。8試合に登板して、 防御率0.38、21奪三振を記録した。2017年は、A 級、レイクカウンティキャプテンズ、A 級リンチバーグヒルキャッツ、AA 級、アクロンラバーダックスでプレイし、3球団合計で28試合に先発登板して10勝5敗、防御率2.86、162奪三振を記録した。二千十八年は、開幕を AA 級、アクロンで迎え、 5月3日に、トリプル A 級、コロンバスクリッパーズに昇格した。5月25日には、トリプル A 級、グーインネットストライパーズを相手に7回ウテンコールドながら、ノーヒットノーランを達成している。自らの23歳の誕生日である5月31日、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった、同日のミネソタツインズ戦では先発し、 5.2回を投げて4失点だった。この試合後にトリプル A 級コロンバスへ降格したが、最小格した6月17日の同カードでメジャー初勝利を挙げると、そこから先発ローテーション入りして7月3日のカンザスシティロイヤルズ戦まで4連勝した。その後は炎上することもあったが投げ抜き、20試合で11勝5敗、防御率4.55の成績で終えた。 2019年は前半戦に8勝3敗、防御率3.45と安定した成績を残し、オールスターに代替選出された。地元クリーブランド開催の試合で5回表に、登板すると3者連続三振を奪い、MVP に選ばれた。その後も高騰を続け、シーズントータルでは214.1回を投げ15勝8敗、防御率3.28259奪三振。 リーグトップタイの3冠東を記録。サイヤング賞の投票では4位にランクインするなど、飛躍の年となった。2020年は、新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンに。その中で、初の開幕投手を務めると、6回無失点14、脱三振の回答で開幕戦における、チームの最多脱三振記録を作った。8月には、 防御率1.63、53奪三振で、ピッチャーオブザマンスに初選出される。9月11日のミネソタツインズ戦で100奪三振に達し、62.1回での100奪三振到達は2018年のマックス・シャワーザーを抜いて、メジャー史上最速記録となった。シーズン通じて、好調を維持し続け、最終成績は12先発で8勝1敗。 防御率1.63、122脱三振をマークし、投手三冠に輝いた。2021年4月1日のタイガースとの開幕戦で2年連続2度目の開幕投手を務めた。平均92.7マイルパーアワーのフォーシームが、投球の約6割を占め、それに、スライダーとナックルカーブ、他にチェンジアップを交える。また、 リリースまで球が体に隠れているようなフォームで投げることができるため、急速以上に打つことが難しい特徴がある。ノット・ジャスティンと書かれたユニフォームを着用するビーバー2019年8月に自分の公式選手カードの名前がジャスティンと誤記されている写真をツイッターに投稿すると世界的な歌手である本物のジャスティン・ビーバーが反応。僕たちは特別な つながりがあるみたいだね。と返信した。さらに、カードの制作会社トップス社の公式アカウントも、ジャスティンの楽曲、ソーリーの歌詞を引用し、ごめんねっていうのはもう遅いというもはたっぷりに謝罪をした。これを受けて、プレイヤーズウィークエンドでの愛称を、ノットジャスティンに設定する、自虐ネタを披露。これに対し、ジャスティンも自身の SNS に投稿した動画で、 ノットシャネビバーと記された特製のインディアンスのユニフォーム姿を着用する粋な計らいを見せた。ありがとうございます。